かし、おかえり。おかえり。ただいま。うん、やっぱ母さんのカレーうまいな。ありがとう。あ、たかし、リコね、また1ゲームサボったのよ。なんか言ってちょうだいよ。だってやらなきゃいけないことがあって。朝までテレビ見てただけだろ。バレてました。ダグモ。初めて食べたのはいつだろう。どう？うん、うまい。ごちそうさまでした。今日さ、おやすみ。おやすみ。ここに来たら、いらっしゃいませ。買われると思った。お客様のご要望により家族をご用意させていただきました。ご利用時間は2時間制となります。時間が過ぎますとブザーでお知らせします。はい。ではこちらにサインを。今日、内容の変更をお願いしたいんですけど。承知しました。たかし、おかえり。これ、今日リコの誕生日だよね。おめでとう。ありがとう。すごいね。本当に幸せだった。たかし、おかえり。たかし、リコね、また1ゲームサボったの。なんか言ってちょうだいよ。だってやらなきゃいけないことがあって。朝までテレビ見てただけだろ。誰が学費払ってると思ってんだなあ。たかし、たかし、もういい。それこの間も言ってたし、何回目ですかこの話。うち母親出てって、親父死んでから妹とも10年くらい会ってなくて、ここに自分の理想を求めてたんです。めちゃくちゃ心地よくて、でもなんか最近この自分保つのが苦しくなってきて、来月から彼女と一緒に住むんです。誰かと一緒に住んだこととかないんですけど。はい、そこまでです。規約違反ですので速やかに部屋を出てください。ありがとうございました。いってらっしゃい。行ってきます。はい、みんな次の準備、8時間後だよ。ご利用の際、必ず守っていただきたいことが、本当の自分のことを話さないこと。あそこにいる間は家族を演じてください。今日からあなたは。ただいま。たかしです。たかし、おかえり。
シンジ